Today we're interviewing Arai Sensei. He was one of my teachers when I was studying animation in a vocational school here in Japan. He does background animation for animation, video games and such, and he has his own studio. I'll be adding English subtitles to the video because I'll try to do my best and interview him in Japanese. 今はプロセスが説明してくれますか？なんか初めからその作品が渡すまでとか。だから最初はプロデューサーから電話とかメールかなんかで連絡が来て、まあ依頼が来て、それでまあスケジュールとかがあれば会えば、まあ大体引き受けるし。その時はなんかもう締め切りがあげるとか、なんか締め切り、まあ大体スケジュールはね、今日大きい半年とか1年とか、うん、スケジュールは、まあ、放映が決まってる場合もあるし、うん、決まってない場合もあるし、決まってないとね、うん、決まってないと結構調整はできるんだけど、もう決まってるともうダメだから、すごく大変になる、うん、でその時はじゃあその作品の中で、例えばアニメならなんか12箇所のアニメなら、じゃあこの1章と2章の箇所の全部がの背景がしてくださいとか起こるとか、だから背景も全部監督もする場合もあるし、うん、監督だけする時もあるし、背景は他の会社でやる時もあるし、うん、で別で、まあ、違うの会社が同じ1箇所の背景に入るということはありますか？1箇所の、それはもうダメですね、うん、もう自分の場所で。昔は劇場とかやるとメインのスタッフは集まったりするけど、今はあんまりしないんじゃないかな。あ、劇場版でも、うん、劇場版でも多分フリーランスの方がに頼むということかな。そうだね、多分昔はスタッフルームってちゃんと作ったけど、うんうん、まあどうなんだろう、多分みんな会社とか他の仕事もやりながらだから。そっか、昔はもうそれだけの仕事にするから、スタッフラウンにルームに入ってずっとあるかもしれない。なんか朝から夜までドクトルスランプとか。今はもう多分他の仕事もやりながらだから。じゃあ絵コンテもらって、そのなんか全部一箇所の背景してくださいと、そうだ、ね、の注文して、でそこからなんか前のこの背景を見ながら書いてくださいとか、なんか、まあ、見本とかね。そう、見本のは。これまでね、設定とか、まあ、監督だったら全部自分で設定書いて、あ、それはボードも書いて見本も書いて、あ、それは監督、美術監督が決めて、でまたプロデューサーに見せる、これでいいですかとか、まあ、プロデューサー見れば、まあ、大体監督じゃない、監督演出さんが見て、うんうん、で OK だったら、じゃあそこから、そこからだね。あれ先生はなんか一箇所とかがもらって、そこから全部やるか、他のあの例えば昔の生徒さんとかに他の人にあげますか、それか全部自分でやります。あまり頼みたくない、うん、他のスタッフにそんなに頼みたくない。だからうちだったら小山とか、そういう実力の分かる人間にはまあもちろんなんだけど、作品によってはスケジュールがないと、うん、この1話、3話、5話とか奇数はこの会社とか、うん、2、4とか偶数はこっちの会社とか出したりとかして、うん、そうか、そしたらチェックだけ、美観だけやったりとか。美術監督が一つがいて、でもその人が自分のチームにあげると別のスタジオのも見るということ。あれ、あのだってあのシリーズなら、例えばサザエさんなって、うん、なんか今のシーズンはなんか12箇所かといえば、全部アレ先生やることということじゃないですね。別の、うん、会社ね、あの会社にあげるだけど、そうそう、見本とかはみんな同じのは使いますね。そうだよね。でそれはアレ先生がやってるところ と、ね、と別の人たちがやったのことはチェックする。そうだね。はい、わかりました。なんか今言ってた通りに、アニメーターと話すときはなんか締め切りが大変そうだけど、はい、背景はまだちょっと長いからね。そんなに長いのことですか？長いから、まあ短くても3週間ぐらいはあげますか？あるから。3週間の中で何枚やりますか、普通は？1は普通、今300カット以上あると思うけど。わお。300とか350ぐらいは。3時間で300カットの背景やる、ね、ぐらいは。わお。で、これわお、すごい。3週間で終わりじゃないから、うん、一応前の話数とこう、あ、1話、2話、そうか、3話、そうそうそう、4話って重なってるから、うんうんうん、例えば今は1、2、3、4話まで一緒にやってる。
そうですね。あと設定は結構似てるでしょ。例えば一カットでなんか新位置なら、例えばこの部屋なら、このところが見るとかで、あとはこのところで、あとは全部のところとか結構似てるの、シーンにとってもありますし、あーすごいですね。それはもう値段がかプロデューサーから決めておきますか、先生が見てから、そう、はい、お金はもう全部やる前に絵コンテ見て、絵コンテ見てっていうか、もう本当にその前、あ、そのもっと前、もっと前にスケジュールから決めること、そうで、あとはなんか大変になる可能性があるとか、その時にはまた、もっと増えてきたよっていうのを言うと、もう少しアップしたりとかっていうのは、大きいの画像がいっぱいあったとか、それからほらさ、カット300カットぐらいって言ってたのが、400カットぐらいになったら、あ、もちろんです、これはもうその分は上げてくれるっていう、で1カット何円になりますね、相手の場合はね、あまり1カットっていうか、もう1本でもう1本で、例えば3、まあ、大体300カットぐらいだったとか、300カットは1箇所、そうだから120万とか100何十万とか、でもそのカット数が増えたら単価が下がっちゃうでしょ、やっぱり同じ120万だと。だから130万とか140万に上げてもらわないと、みんなの給料が安くなっていくから、それもだから一応なんていうの、マネージャーみたいな仕事も、ね、ちょ交渉、ネゴシエイトじゃないけど、まあ、ネゴシエイトがありますね、もちろん、それもだからやらないと、スタッフはね、直接文句は言えないから、こっちが言わないと高いお金を払えないからっていうふうに、わかりました。で、そうですね、その時がまだ絵コンテとかまだ見れないところですね、そうそうそう、難しそう。じゃあこの一箇所は100枚しかないから、分かんない、大体始まる前は何もわからないから、そう、絵コンテがまだやってないぐらいでしょ、そうそう、楽になる時もあるし、大変な時もあるし、楽になったら言わないけど、大変になったら言うよ。まあですね。